忙しい人でも簡単に作ることのできるマスクの作り方をご紹介します。手縫いでもミシンを使っても縫うことができます。マスクの表地と裏地を同じ布で作る場合は丸い布1枚を使います。マスクの表地と裏地を別の布で作る場合はこの動画のように丸い布2枚を用意します。23センチのゴムを2本用意します。はじめに直径が27センチぐらいの丸いお皿を用意してください。生地の上に丸いお皿を乗せ円を描き、生地を丸く切り取ります。表地も裏地も4分の1に折り切ってください。今日は表地2枚裏地2枚で作ります。表地同士を合わせ裏地同士も合わせてください。合わせ方は中表です。合わせましたら待ち針などで留めてカーブの部分端から5ミリぐらいのところに消えるペンでマークをしてください。中心の部分から 2.5 センチのところに線を引きハサミで切り取ってください。先ほど線を引いた部分に沿って縫っていきます。表地と裏地を合わせます。縫い目が外側に来るように合わせます。待ち針などで留めてマスクの上の部分と下の部分を縫います。マスクをひっくり返します。アイロンをかけて形を整えるときれいに仕上がります。これはオプションですがマスクの上の部分と下の部分にオーバーステッチをかけるとより形が整います。その場合はマスクの両サイドの5ミリのところは縫わないように残してください。両サイドの5ミリの部分は中に折り込んで外からアイロンをかけてください。23センチのゴムを2本用意します。両端から 1.5 センチのところにマークをしてください。その 1.5 センチの部分はマスクの中に隠れる部分です。ご覧のようにゴムの 1.5 センチの部分をマスクの両端に挟み、上からステッチをかけて出来上がりです。出来上がりです。このデザインですと簡単に早く作ることができますので、お忙しい方にぜひ試していただければと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。